はい、皆さん、こんばんは。安田真や美です。今日はですね、えー、警察庁長官が、えー、犯罪を犯しているのではないだろうかという問題についてお話をしたいと思います。えー、大変な事態ですけれども、えー、どういうことかというと、えー、木原誠二さんという、えー、この間までですね、内閣の官房副長官をなさっておられた方、えー、その奥様の前の旦那さん、安田種夫さんという方がですね、えー、2006年に不審な死を遂げられました。 でこの問題についてですね、えー、週刊文春が、えー、その捜査に対する政治的な妨害があったのではないかという観点から、一連の報道を行っておりましたけれども、えー、それについてですね、露、え、木、ー、長官が、えー、記者会見をして、えー、事件性はないですよみたいなことを言っちゃったんですね。でところがですね、えー、そのご遺族、安田谷男さんのご遺族が、大塚署に対して、えー、これはあのー、 被疑者つまり誰が犯人かよく分からないんだけれども、えー、殺人事件として捜査すべきではないかという、まあ、その告発をされたわけですね。で、それがですね、えー、と受理されたということによって、えー、つまり、そういうことがつい最近あったわけです。でつまり受理したということは、ですね警察が事件性を認めたということになるわけですね。 なので、警察庁長官が、事件性がないと言っていたのに、えー、警察がですね、出先の警察が、事件性を認めるという判断をしたということになって、矛盾しているということになっちゃいました。で、なんでこんなことになっているのかということが、この焦点なんですけども、えー、これがですね、あの犯人隠避罪という犯罪を構成しているんではないだろうかというお話なんですね。で、まあえー この問題をずっと追っておられる方もおられない、そんなにおられないだろうし、追っていたとしてもですね、忘れちゃったという方も多いと思うので、簡単に、えー、振り返って,きてみたいと思います。これは久しぶり、木原誠治事件をめくるですね、人物統幹図です、えー。順番にお話ししていこうかと思うのですが、まずですね、えー、真ん中にあのピンク色の木原誠治さん、ここにおられるわけですね。 であの木原誠司さんには、えー、まず奥様 X 子さんという方とそれから愛人エコさんとまあ家庭が2つあるんですね。で、えー、木原誠司さんのこの一連の報道はですね A 子さんの方から始まっています。これはあの1年半ぐらい前にですね「週刊新潮」がまずやったんですけどもえー。 この A 子さんにビコちゃんというお子様がおられるんですがこの方の七五三にですね木原誠二さんがパパ役で登場しているという、まあ、そういうスクープがありましたでエコさんもエクスコさんも口裏を合わせて、えー、これはそんなんではないのであると愛人なのではないのであるというです、ね、謎の言い訳をです、ね、なさって、えー、3人で必死で嘘をついてたんですけども結構すごい嘘でしたけども、えー、ででこれをです、ね、もう一回、えー「週刊文春」が蒸し返したんですね そうやって報道されたにもかかわらず、えー、なんつうの、あのー、またですね、同じようなことをやってたわけですね。で、どういうことをやってたかというと、えー、ディズニーランド、ディズニーシーとかにですね、えー、3人で泊まりがけで遊びに行っている、そういう、えー、家族サービスをですね、なさっているという、あんなに忙しいのに何してるんですかみたいな、まあ、そういう記事だったわけですね。で、しかもですね、 この A 子さんといいう方が月100万ぐららら使って暮らして暮しるらしいとで一体どうやって木原さんはそんなものを面倒見てるのかっていうことに問題になったわけですけどもその記事によればですねあのドラッグストアチェーン店の創業者である C さんという方が A 子さんのの生活の面倒を見てるらしいとで木原さんは美子ちゃんの学費年間300万超えてるというすごい学費なんですけどもそれを出してるらしいというようなお話でした。 でまずこれがですね大変大きな問題でなぜ大きな問題かというとまあ政治家が家庭を2つ持つぐらいどってことないよみたいなことかもしれませんがまあそもそもですねえ山田太郎さんなんかはですねえつい最近え家庭が2つあるわけではないんだけどもえ妻以外の方とですね男女関係になっていたっていうのでえ政務官かなんかね副大臣か辞任されちゃいましたですね。で だったら官房副長官なんでいいのお子さんまでいるよね。両方に。みたいな、え、ことになってですね。うん、不均衡ではないだろうか。ということがまずあるんですが、それ以上に大きな問題は、この創業者 C って方が A 子さんにお金を出している。で、え、一方ですね、木原誠治さんはお父さん役だけやってる。で、これは、えー、実際には C さんによって、この A 子さんの問題を解決してもらっているわけなので、えー、不透明な、 不正常な政治家をめぐる資金の流れなのではないだろうか、政治資金規正法違反なんじゃないだろうかと私は思うのですが、なぜかこれ、全然そこは報道されないんですね。で、えー、でこれだけでも結構びっくりでしたけども、えー、さらにですね、えー、木原誠二さんは、えー、この右の方にですね、えー、人妻専門デリヘル W というところのですね常連のお客さん、中北という名前で常連のお客さんであるということが、 えー、警察によって。<laughs> ゃ <laughs> で、えー、でな,な,な,んなんなのこれってだその新型コロピーちゃんでですね、えー、日本中に行動自粛が要請されてる、国民に要請されてる時にですね、えー、世間はコロピーちゃんだけど、俺はこれ我慢できないんだよと言い放って、えー、その熟女専門デリヘルからですね、100回ぐらい女性を呼んで、違法な、えー、行為を。 これあの、いわゆる売春禁止法というやつのですね、売春禁止法,の売春禁止法のに違反してるんですよね。あの罰にはならないと、罰則には逮捕されたり、罰則になったりしないと思うんですけど、法律には違反してるんですよ。何人もそういうことしちゃだめよっていう法律があるのを国会議員が堂々破ってる。しかも、えー、国民にです、ね、自粛を要請しているときにやっていると。で、えー、立憲民主党のです、ね、高井さんっていう議員、今はれいわ新選組の 幹事長をなさってる方ですけども、相当合法的な歌舞伎町のですねえセクシーキャバクラとかに自粛期間中に行っただけで立憲民主党を除名されております、除籍されている。ということは、木原さんはえ除籍では済まないんだ、自民党から追い出されるでは済まないんじゃないかというぐらいのことがここだけでもある、これはすごいですね。 でもこんなのは、えー、まだまだ小さい話で、他にもですね、あの、選挙違反をしてたんじゃないかという報道もありましたけども、それだけでも大変な話ですが、これらは全部すごく小さい話に見えるようなのが、この奥様である X 子さんをめぐる問題なんですね。で、えー、この X 子さんをめぐる問題っていうのはですね、えー、ある意味想像を絶する事態でありまして、えー、この X 子さんの前の旦那さん、 安田種雄氏がですね2006年にお亡くなりになったでその時に、えー、その現場に X 子さん以外に Y 氏という人がいた、y、氏というのは X 子さんのどうも、えー、安田さん以外にお付き合いなさっていた方らしいんですけども。 でそこにですね子供を連れて入り浸ってたのを安田さんがお父さんから借りた、えー、車でですね連れ帰ってきたその日に事件が起きてるんですね。で,、えー、でその時にその晩にですね、あのー、Y さんがですね、えー、X 子さんから電話で呼び出されてなんかあの覚醒剤を安田さんがなさっておられて、えー、それで「えー、刺せ」っていうから「刺しちゃった」みたいなことを言われて。 びっっくりしてったらですね、えー、血を流してお亡くなりになってるのを見てですね慌てていろいろ証拠隠滅を手伝うようなことをしてしまったというのがこの Y さん。でこの方も覚醒剤取締法違反で収監されておられたらしいんですがでその証言があったものだから、えー、と警察がですねあの再捜査を2018年にしたんですね。で でこの時に浮かび上がってたのがこの安田種男さんっていう人の、えー、お父さんが第一発見者なんですけどもそのお父さんが発見する以前にこの Y 氏がいたんですけどもその現場にでそれより前に X 子さんの父親である方がですねいたんじゃないかという話も出ておりますで,、えー、でこれはあの Z 氏という人がいたっていうことのと、えー、X 子さんの父親 っっててていいいうう人がが絡んんででるるじゃないかっていう2つの話が出てるんですどうも Z 氏と X の父親である警察官でもあったお,お父さんっていうのがひょっとしたら同一人物かもなみたいな流れになっております。でとんでもない話ですね。でそれで、あのー、見るからにとんでもない恐ろしい、えー、怪しい事件であったにもかかわらず大塚署はですねあこれあの自ら祈っちゃったって事件性ないんじゃないかなみたいな感じで。 そういうノリだったんですがく、えーまあ、当然ご家族とかはですねそんなわけはないだろうということもあり更、まあ、にですねいくらなんでもその現場の様子がおかしいというので、えー、これはですねあの不審死という扱いになって、えー、未解決事件として、えー、棚上げになってるんですね。でこれがですね2018年に、えー、やっぱりこれおかしいんじゃないっていうことで。 えこのワイ氏の証言もあってですね再捜査が始まったわけですところがそれを再捜査を初めてみると驚いたことに X 子さんは木原政治という自民党の有力な政治家当時はですねえ岸田さんが政調会長でえでその政調会長の事務政調会の事務局長あるいは副会長みたいなことをしてたんですけどもそういう有力な政治家の妻だってことで警察もびっくりしてですねこれは大変だって言うんで一生懸命ちゃんとちゃんと これで動き出しして違いましたってわけにいかかんらって言ってがっちりこう固めることをして大変な陣容を組んだその中にえ佐藤誠さんというまあえその事情聴取の鬼みたいな人がですねいてまレジェンドみたいな人がいてでこの方がその x 子さんの取り調べをやったとでその時にですねえその木原誠二氏が政治的圧力をかけたのではないだろうかというまあそういう 疑惑がこの,この事件つまり、えー、安田種男氏をめぐる不審死という大きな問題これ自体は大きな問題ですがしかしその問題自体はですね政治的には重要な事件ではないです民間の一つの事件としてはその刑事事件としては非常に深刻な事件ですけれどもこれそのものが政治のありさまとかですねそういうのに対して大きな影響を与えるわけではないですけれどももちろん警察 これねこの X コアさんの父親が警察官であるっていうことがこの2006年の不適切な取り扱いに影響していたのであれば警察のあり方っていうものがおかしいんじゃないかという重大な問題ですけれどもそれでもですね政治の根幹には関わらないんですが2018年の再捜査の方はそうはいかないんですよね。えー、木原誠二さんが、えー、その政調会長の子分として副会長だったのが突然ですね 情報局っていう,うなところの局長になってるんですけど、この自民党の情報局っていうのが、どうも警察に対して、いろいろ情報収集したり、圧力をかけたりするお仕事のようなんですよ、そういうところに急にですね、色ろになっているなんてことがあって、でしかも、えー、事件が突然、立ち消えになってしまった、これおかしいんですね、再捜査を始めたんだから、えー、捜査を尽くして、ちゃんと報告しないといけないんですけど、それなしで、えー、立ち消えになってしまったと。 いう不自然な現象が起きています。つまり、この時に。木原政治1。国会議員1人ぐらいでですね警察がそんな影響を受けたらしないんですよね。だから、警察庁長官とかに圧力をかけられるようなえ、あ警視総監とかに圧力をかけられるような政治家がいて、そこからですね。えっ、ー、と、そのつまり自民党全体としてみたいなことですけど。 こうう圧力をかけたんじゃとい,いう、巨大な疑惑があるわけです。で、えー、でこれをその「週刊文春」が延々と報道して、しかもですね、えー、佐藤松子と刑事はもう退職されておられて、えー、顔出しで出てきちゃった。で、当時はあの記者会見、この顔は出てませんでしたけど、でも後にですね、連載して詳しく顔出してやってるんで、えー、結局、会話顔出しになってるわけですが。 元刑事がですね、そういう大きなリスクを背負って、おかしいだろうっていうことを言い出しているというのが、えー、前段階ですこれは前段階なんですよね。でえー、ところがですね、えー、これに対して、その強木長官、警察庁長官が、えー、事件性がないっていうことを記者会見で言ってしまったという、でこれがですね、えー、本当に一番大きな事件です。 でなぜかというと,、えー、とここまではです、ね、全部過去の話だったんですけども、えー、この中期長官の発言によってですね、えー、リアルタイムで、えー、事件の隠蔽が行われているっていう政府の中でね、えー、という事件に発展してしまったんですね。 すごい連続攻撃10本目のですね、木、え、原、ー、事件嘘つきは5人いる、捜査官房、あのドラコレが、これは点んてという記事なんですけども、これがですね、えー、と警視庁の捜査一課長、高田さんという方ですけど、この方がですね、えー、まず記者会見で、えー、事件性がないって言っちゃったんですね、これがその記事ですけども、7月26日の夜にですね、警視庁の重松刑事部長の執務室に、 えー、刑事課のナンバー2の井ノ口徹参事官と幸田毅捜査一課長が集まったでこの3人でお話ししてる内容が漏れるっていうこと自体がですね衝撃的ですけれどもでこの日の正午に「えー、週刊文春」の電子版で、えー、佐藤誠さんの実名告発をですね掲載した記事が出たとでそれで慌てて警視庁の幹部が膝を突き合わせてですね えこうどうするんだこれっていうことで相談して、ね、それなぜやったつまったのかというと堤、えー、木長官が火消しをしろと重松部長に命じたそうですとでしかもですねそれは後輩の堤木長官にどうにかしてやれよと葉っぱをかけたのは元警察庁長官で現在は木原氏と共に、えー、官房副長官を務める栗尾俊一氏だったそうですとでいうことを捜査関係者が言ってるっていうもうとんでもないリークですねで、えー、でその でこの幸田さんがです、ね、でみず自ら命を絶ったということで、いかがでございましょうかみたいなことをですね言ったんだけど、そのナンバー2のですね元刑事、元課長の方が、ですね、えー、い,やいくらなんでもそれ無理じゃね、やめた方がいいよっていうことをおっしゃったみたいなんですが、まあ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 、まあ総、ま、選、あ、でいきましょうよということで、部長が、ですね刑事部長が行って、そういうことになっちゃったっていう。 とんでもないいことが書いてありますで、えー、高田さんがですね7、あのー、月28日の佐藤氏の佐藤誠さんの記者会見があったんですがその直後にですね、えー、警察担当記者を集めた定例のレク,レクチャーでこう言い放ったと事件性が認められない丸札と考えて矛盾がない事件性がない以上捜査すべき人も認められないっていうふうに言っちゃったと。 いう大変な時代でありますで、まあ、その前に、えー、と7月のです、ねえー、13日、えー、警視庁の香田剛総裁課長の定例会見で、週刊文書についての報道について質問が出た、でこれに対して香田氏は事件性は認められなかった、死因は自ら命を絶ったと考えて矛盾はないと述べましたということがあったんですね。 でえー、でこれでさでら、ね、に同じ日に、えー、その霞が関の、えー、合同庁舎2階の18階の会議室、記者クラブ連、加盟者の記者を集めて行われた、えー、警察組織のトップ、通木、えー、警察庁長官の定例記者会見があって、えー、終了間際にテレビ局の記者がです、ね、木原氏をめぐる事件に突きわつくについて尋ねると木原長官よどみなくこう答えたと。 えー、適正に査調査が行われた結果、証拠上、事件性が認められないと警視庁が明らかにしているって言ったということなんですね。で、えー、さらにですね、えー、これに対して週刊文春が2日後に、えー、そのシーンを訪ねたとで、それはどういうことを言って聞いたかというと、事件性が認められないと発表してますが、これは、えー、2018年の再捜査を受けて判断したのかと聞いたらです、ね、警視庁が明らかにした。 とということで理解してますけど警視庁の判断ということになっているので私は間接的な立場なんですねっていう立場主義バリバリの言葉が私のツボにはまってしまったんですけどで、木原氏は再捜査も含め事実無根として週刊文春を刑事告訴するという再捜査があったのかどうか。 調子評価の認識はって、ね、まあ、警察庁が当事者なので、警察庁が明らかにしたということで、あのように会見で申し上げたということですね。鈴木長官は捜査資料を見て確認している。いや、そういうふうな立場じゃないですからね。召集の発売前後、木原氏から連絡があった。いえ、私は木原官房副長官と、全然連絡を取る立場でもないし。えー、ご遺族はやはり、ピーされたんじゃないかという思いを強く持ってる。ああ、警察庁に問い合わせてもらうしかないかなっていう、まあ、このすごいですね。 バもう立場主義者のですね、えー、神髄が現れておりますが、まあそういうお話、記者会見があったと。で、これを見て、えー、その佐藤様んすね、佐藤誠刑事、元刑事がぶち切れて、ざけんじゃねえよって言って、こう記者会見をするって流れになったわけです。で、で何が 何がざけんじゃねえよなのかっていうのがですね、えー、新しい記事に出ておりますこれですね、えー、これはあのー、週刊文春のまた別の記事ですけども、えー、私の経験上これは佐藤誠さんですね連載ですけども殺人殺人事件で告訴状を受けて捜査するというケースあまり聞いたことがありませんそもそもこの事件は絶対に捜査を尽くさないといけない事件ですからとまあ、そもそもこの、えー、怪しい 不審死で,です、ね、殺 P が疑われる事件をです、ね、わざわざ、えー、告訴状を受け付けてからあそれは大変ですね捜査しましょうなんてことは、まあ、ないんですよね、えー、見た瞬間にこれやばいなってことで捜査が始まるんですけども、えー、にもかかわらずそれが立ち入りになってたってことは異常なわけですでこれは絶対に捜査をつかないといけない事件だっていうのはです、ね、これは立憲票交付事件だからですっていうふうに、えー、佐藤さんは言ってます で立憲票っていうのはですね、えー、その何なのかっていうのはこれがですね、えー、と結構ネットで調べてもあんまり出てないんですよね。その前に、えー、検察と警察の違いは何ですかっていうのがあったのでこれをお話ししておこうと思うんですけども、えー、これ検察庁のホームページに出てて、えー、検察庁の捜査と警察の捜査の違いは何ですかっていう Q&A。それ何かっていうと警察は刑事事件の第一次的な捜査を行い 検察庁は基礎、えー、不起訴を決定するための捜査を行いますと。日本では警察に検察で起訴は検察官に与えられた権限であり、警察官は起訴できないことになっています。 したがって、検察官は裁判所に対して起訴して、その処罰を求めるという責任があるため、警察からの捜査記録などを確認するだけではなく、その内容が真実であるかどうか、つまり警察がちゃんと本当のことを言ってるのかということも含めて、事件の当事者から必要に応じて直接、事情を聞くなどして、積極的に自ら事件の真相解明に努力していますということなんですね。 だから、えー、日本の刑事事件の処理というのは2段階になってるんですね。で、警察と検察は違う組織だということなんですよ。これはの法務省の組織図、すっげー分かりにくいんですけど、<laughs> この法務省の組織図の中にですね、えー、その特別な町長としてですね、長として、 えー、特別の機関ってところに最高検察庁高等検察庁地方検察庁区検察庁っていうのが入ってますだからえっ、ー、とここですねあのだからここあの一応ですね、えー、法務省の組織なんですただですねえっ、ー、とその普通の法務省の役人っていうのはまあただのお役人なんですけどえー 検察庁はですね、えー、普通のお役人すみません普通の役人ではないんでね、検察官っていうのはあの、えー、弁護士の資格持ってる人がなるわけですから、えー、普通のルートじゃないので、法務省の下に特別な庁として、機関として、検察庁っていうのがあるわけです。で、その,でその系統と、それから、まあ、これとさらに独立してですね、国権が3権分かれてますよね。えーと 行政府っていうのがあって、これが内閣が代表していて。で、その立法府っていうのがあって、これはあの国会ですよね。で、それとは別に裁判所っていうのがあって、で、これの中に最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、それからまあの家庭裁判所、いろいろあるわけです。これだから、その、この国の <laughs> どこで分かれてます。で、この行政府、内閣の下にある法務省の下に特別の機関として、 で一方ですねその内閣これ内閣の行政組織図ってやつなんですけど内閣の中に、えー、その総務省法務省っていうのがあってこの法務省の下に特別の機関として検察庁があるんですね。でこれに対して検察はどこにあるのかっていうところずっとこういいあれない。<laughs> この内閣府の 内閣の内閣府の下に、えー、国家公安委員会というのがありますでこの国家公安委員長っていうのは、えー、閣僚なんですねでこの国家公安委員会の下に警察庁があるんですだから、えー、とその警察と検察というのは全然別組織なわけですね内閣があって内閣府があって内閣府の下に国家公安委員会があって国家公安委員会の下に警察庁があるこれに対して検察はですね 内閣があって法務省があって法務省の下に特別の機関として検察庁があるで、えー、だから検察官と警察官は全然違う組織に属してるわけですで,、えー、で裁判所に対して刑事事件をですね、えー、告訴できるのは、えー、その告訴刑事事件は何て言うんだ <laughs>、あのー、検察官に限られてるわけですよねで検察はできないんです これがその、えー、検察庁の Q&A ですけども、検察庁の捜査と警察の捜査違いなんですか警察は刑事事件の一時的な捜査を行って、検察庁は、えー、起訴不起訴を決定するための捜査を行うと。で、えー、起訴は、検察官に与えられた権限で、警察官は起訴できないことになっています。では、そういう意味です。で、えー、警察はですね、えー、調べるだけなんですね。で調べたやつを、えーと、こいつをその、起訴するかどうかを、 うん決めるのは、えー、検察庁だけなんで,すよで,でそのでさっきの長くなりましたが立憲票交付事件ってやつですね。で、えー、とこれがある弁護士事務所のです、ねえー、解説にようやく出てたんですけども、えー、こ,のここのところですね警察庁の運用としては強制捜査をした事案捜査差し押さえ検証した事案重大で,で社会的事務属を集めた事案立憲票 が交付された事案は装置しているということなんでね。で、えー、でこの立件表というのは何かっていうとその法家マル殺ピ事件、障害ピ、えー、強盗ピ症、ゴ、え、ピ、ー、<laughs> 言えねえその他これに準ずる重要事件について検察官が鑑定処分 許可状その他、令状を請求したとき、検察官認知事件であることを明らかにするため、当該事件取扱警察署に対して交付する通知書のことをですね、立件表っていうんです。だから、えー、と重大な事件で、えー、これは、えー、警察からそういう事件があったということをお伺いしましたよと。で、ちゃんと報告してね、みたいなことを明らかにするために、 検察が警察に発行するのが立憲票なんです。でこれが交付されてしまうと警察はきちんと調べて検察にちゃんと報告しないといけないまあ、別にこれなんかその法律で決まってるわけでもないような気もするんですけどまあそういうことになってるんですよね。だから立憲共赴立憲票が交付されるっていう事件は重いということなんですよ。でこれがその、えー、とここでその佐藤誠さんが言ってる立憲票交付事件だからですっていうことの意味なんですね。 なので、この立憲票が交付された警察は捜査を尽くし、事件性の有無を明記した報告書を検察検,や検察に送付しなければならない、とななその報告書を精査した警察やが、起訴や不起訴を決定するということになります。で、えー、でこの安田種夫さんの事件は、えー、そういう、えー、その立憲票が交付されてるということなんですよね。ところが、鈴木さんがですね、えー、っと。 う、事件性が認められないって言っちゃったんですね。で、で、これで佐藤さんが捜査のいろはを教えてやろうかと言ってたのは、どういうことかっていうと、立憲票交付事件について、えー、警察が勝手にですね、判断して事件性がないとかか語ることができないんですよね。これは、えー、こうこう、こういうふうな、調べましたっていうふうに警察が調べて、それを検察に持ってって、検察がですね、えー、これは、その、事件性があるかないか。 ということをこう判断するだから、えー、とその警察庁の方にはですね、えー、そのここは判断できないんだ,だと、でそちゃんと捜査を尽くして、検察にすお送って、検察官が、うん、どうかな、これは起訴、えー、かみたいなことをです、ね、決めるという手続きをしないといけないのに、それ、終わってないんですよね。途中でほったらかしになってるでこれがだからそもそも異常なのだということを、えー、つまり、 警察の方で,調べてで,す、ね、でこうこうこうなので事件性がないですよねというふうに検察に行って検察がつま、えー、り警察庁これは内閣府の国家公安委員会の下に警察があってその警察がこっちの法務省の特別機関である検察庁に、えー「こういう感じなんで事件性がないと思うんですけど」って言ってそれをで 検察の方が、あそうですねって言って、こう戻す。これがないと,、えー、と言えないはずなのに、長官がいきなり言ったのは、えー、検察を、えー、無視していることになるということが、その一つのポイントだったわけです。でところがですね、今回、えー、その告訴状を、えー、受け付けちゃったんですね。受理してしまった。からどういうことかっていうと、えー、<laughs> 長官が、 性性がががなないっっっっててて言たたのにに大塚書が事件性があるる認めたってことになるわけですよででこれどうやってやるのかっていうとまずですねその告訴状みたいなのを持っていったらそのそれ受け付けないんですねコピーだけもらってこれ紙もらっちゃうと受け付けたことになるのでとりあえず持って帰ってくださいとでコピーだけちょうだいって言ってコピーをもらってそれを調べるでこれで事件性があるよねってことになったら受け付ける。 というう手続きになるそうですで普通はそれに1か月とか倍になると1年とかかかるらしいんで、えー、その安田種男さんのご遺族もですね、えー、いつまで待たされるか分かんない果たして受け付けてもらえるんだろうかとハラハラしていたらたった1週間で受け付けられたっていうので、えー、これでようやく捜査が始まるのではないかと期待しておられるんですがどうもそうじゃないらしいんですよねでなぜかというと、えー、内閣の方で岸田さんがこれあの佐藤 佐藤さんの、ひとつきまさの佐藤さんの番組で見ただけ。<laughs> 横流しみたいな感じですけど、えー、千田さんが受け付けろって決めてたらしいんですよね。で、それで、えー、ただ、えっ、ー、と、その、鈴木さんに言えないから、国家公安委員長を通じて警察に受け付けろって言ったらしいんですよ。で、なんでそんなことしたのかっていうと、えー 鈴木長官はそもそも、えー、事件のことをうんちゃんと調べて捜査したわけじゃないですよね。自分でも言ってますよね。<ん>警察庁がそう言ってる。警視庁がそう言ってる警。警視庁と警察庁も違うんですよ。警視庁は東京の、東京、大阪府警とか、えー、大分県警とかありますよね。あれと同じで、東京都警がなぜか警察庁っていう偉い名前になってるだけなんですけど。 だから党のトップは長官じゃなくて警視総監です。で,でその警視総監が支配しているその警察庁でその警視総監の上に警察庁長官がいてでその上に、えー、国家公安委員長がいるわけですよね。だけどその国家公安委員長から、えー、いきなり現場の方に。 どういうふうにせやるのか知らないですけど行ったみたいなたつまり国家公安委員長から警察警視庁を通じて行ったのかなどういうふうに言ったんでしょうねでなぜかなぜかというと通木さんは、えー、事件性がないって言っちゃったんですよねでそのにもかかわらず、えー、事件性があることを認めてしまう,うその国訴状の受理を、えー、しろとは言いにくいんで、えー、その告訴状の受理をしろとは言いにくいんで コカ・コア委員長の方から警察に行ってもらったみたいなことだというふうに言っておられましたけど。で、じゃあなんで鈴木さんはそんなこと言ったのかというのが、え、問題になるわけですが、え、これはだからその、本来なら、え、言っちゃいけないことなんですよね。で、なぜならですね、そう決めるのは検察なんだから。 で警察庁が言ってる、警視庁が言ってるからといってです、ね、さえ再、ー、うですかってわけにいかないんですよね。ところが、えーと、そういうふうに言っちゃった、それは揉、えー、み消すための誘導であったというのがさっきの週刊文書の記事ですね。それを要請したのは、えー、クリュー官房副長官、この方はですね、木原誠二さんはもう官房副長官じゃありませんが、役人トップのクリューさんは今も官房副長官です。 で、えー、なんでそんなことを言ったのかというと、彼が警察庁長官を辞めた後官房副長官にしてくれたのが木原誠一さんだったからみたいなんです。すげえ押して、<laughs> 岸田さんに、クリオさんいいっしょって,って、えー、ご了承してくれたということのようなんですよね。で、それに恩義があるので、えー、ちょ、なんとかしてやるよっていうふうに。 露木さんに圧力をかけたというのがこの「週刊文春」の記事ですで。とするとですよそれは、えー、クリューさんが内閣総理大臣に無断でそういうことをするのかっていう問題がありますよね。岸田さんに相談してやったんだったら岸田さんがクリューさんに命令しクリューさんが露木さんに 命令つゆきさんが幸田さんに命令して嘘をつかせたってことになっちゃうわけです。でその目的は、えー、その犯人があるいはその関係者が捕まったりしないようにしてあげるためだったということになってしまうと、えー、このルートにかかった人全員がですね、えー、犯人隠避罪というやつに引っかかってしまいかねない。 わけですよねただいくつも条件があるというふうに、えー、これは若狭勝さんが言っておられました。という、えー、若狭勝さんは元国会議員で、えー、未来の党立ち上げの時の中心人物ですね。でもともと検察官で,で国会議員になられて国会議員やめには弁護士としてあるいはコメンテーターとして活動されておられますけども。 この方がですね、この木原事件を詳しくも解説してくださるんですが、えー、その割と新しいやつで、えー、木原前官房副長官、妻、まあの元夫、海氏国土上の受理によって事件性なし発言の露木長官、犯罪のせい犯罪になるんじゃないかということを言っておられます。で、えー、じゃあどういう時に犯罪なのかっていうのは、えー、ちょっと犯人がとか、あれ犯、犯罪に関わってると思われる人がいるのを知ってて、 でその人を助けようと思って、嘘をついたんだったら、こういうことになりかねないという、まあそういう趣旨でしたですね。まあぜひご覧いただきたいんですけど。で、えー、で、これでですね、あのー、話が、ちゃんと、なんていうのそういうふうになってるんだったら、警察庁長官がですね、犯罪を犯したってことになるわけでも、前代未聞でございますけれども、 まあやってんでしょうけどねね本当はね今に始まったこっちゃないと思うんですが、その、うん、じゃどういう、どうしたらいいのかということまで、なぜかっていうと、どうしたらいいかっていうと、記者会見でこういうふうに言っちゃいましたけど、それは警視庁の報告が不十分で、よくよくうー調べたら、そういうことではないので、受け付けることになって 適当なこと言ってすいませんでしたと。ちゃんと記者会見しないと犯罪になりますよ。なりかねませんよということを言っておられます。で、これ言わないでいるとですね、警察庁長官が事件性がないって言ってる状態で、え受け付けちゃった警察関ですね。<laughs> じゃあ事件性あるって示してやろうぜとか思わないですよね。やばいもんね、それね。だから、えっと、受け付けたけど、 調査はいいいい加減に行とう大変なことになこっちゃいます矛盾してしまうんですね。そうではなくて、ちゃんと現場で真実を明らかにしてくださいっていうことを、つ木きさんが言わないといけないというふうに言います。じゃあ、なんで受け付けることにしたのかっていうと、内閣がね、総理の受け付けることにしたかっていうと、国会で質問された時のための対策だというのが佐藤さんのですね、輝さんの見立てです。何かっていうと、これ受け付けないでいたら、 ななぜ受け付け付いいでいるんだとか、まあ、そういうい質問をされるわけですねそれに対して答えないといけないところが受け付けちゃえば、えー、今捜査を行っておりますので、えー、この捜査の進展の様子をがわからないと何も言えませんので答弁は差し引かせていただきますと言って逃げ,逃げ切れるわけですよねそのために受け付けたんじゃないかってうででそうするとつゆきさんは、えー、内閣のですね 顔を立て何かそうす岸田さんの顔を立てるために単に顔を立てるんじゃなくて恩義を打って今度は自分がですね官房副長官にしてほしいとかそういう、えー、出世の狙いがあるんだろうと思いますけど、まあ、それは分かんないですで,でも、あるんじゃないかな,なかったんだよねみたいな感じですが、まあ、でもそのことで、えー、岸田さんの顔を立てるために事件性はありませんって言ってやったのにですね、えー 国家公安委員長の方から受け付けろって言ってきて、じゃあそれ事件性があるって言ってくるじゃん。で、私どうなんですかみたいな。どう、どうなるんですか私は。っていう、そういうかわいそうなことになっている。哀れですね。えー、立場、主義者が立場に溺れているという、まあそういう図だと思いますが、ということになってます。でもこのままですとですね、当然ですけど、えー、警察がですね、一生懸命、事件性はなかったとっいう捜査をして、 えそれで事件性はありませんという意味の,、えー、とその立憲票に対する、えー、装置しかねないんですよね。でそうだとするとめちゃくちゃさら,さらに恐ろしいことになります。てかまあそうしないとしょうがないよね今の時代はね。で部つじつまわせを合わせるためには、えー、捜査を尽くしましたが、えー、これは事件性がありませんでしたという結論を警察が出し。 それを検察が認めるっていうことで作れば自動的に解決するわけです。でそれをですね、あのー、行ったらですね、えー、この事件全体がですねとんでもない恐ろしいことに発展してしまうんですよね。なのでせめてここで、えー、ちゃんと露木、えー、さんが保身のためにね 保身をしないといけませんよ、保身のためだって、すでに、これ、犯人隠避罪とか、あるいはその公務員法違反だっていうことで、えー、刑事告訴されています、で誰でもできるんでね、で,でもそのやったのは、日本タイムズっていうところの社長さんで、これ、今までにいろんな事件で、えー、告発して、ですね告訴して、刑事告発がだどっちだったかな忘れとして、えー、いろんな政治家捕まえられてますから。 機能するる恐れがあるやつなんですよなので、えっと、そういうふうにならないためには一刻も早くです、ね、記者会見を開いて、えー、警察庁が、ね、いい加減なことを言ってきたんで、えー、間違えちゃいましたっていうふうに記者会見をしてほしいですねそうするとあなたは助かりますで、えー、もうそれで岸田さんはねはしご外してきたんだから、えー、もうごま、えー、する必要ないですよそんたくとかしなくていいのでここは一気に岸田を潰しにかかった方が えー、あななたたのためじゃないだろうかと、えー、そしてスガーリンかなんかに恩義を打った方がですね、えー、出世するんじゃないですか、まあ、そういういろんな意味を込めて、えー、すごくなんていうのキープクリティカルポ非常に臨界点にあなたは立ってますよ、えー、だから立場を守るためにもですねぜひ、えー、記者会見をしてほしいなというふうに思うわけです。 なんでまあ私がそのつゆきさん大好きかっていうとですね、こういう本を書いて、生きるための日本史という本ですけども、これは、えっと、正当者というところが出たんですが、5000円で出たんですけど、立場主義の、立場の日本史みたいな、立場という観点から日本を理解するための本です。なんか光っちゃってちょっと見えにくいですけど。で、これがですね、もうすでにあのほぼ絶敗になってるんですが、一月つき万冊で買うことができます。 月のホーームページからですね私のところに入っていただけると、えー、生きるための日本史、一月満冊バージョン、これは私と清水さんの解説動画が10時間くらいついているという、えー、大変素晴らしいものでございますので、ぜひ3万5千円で販売しておりますので、えー、買っていただけますように、そして読んでいただけるとですね、この辻木長官の発言も深く味わうことができるのではないかと思っております。でこちらがですね、えー、複雑さを生きる。えー、と私のまあこういういろんな思想のです、ね、基礎になっている本ですけども、 清水さんとの解説でこれ岩波書店から出たんですが絶版になっていて、えー、ひとつき万冊清水さんとの解説動画10時間つけて3万8,500円で現在販売していて、えー、しかもですねそれから、えー、これとは別に私がこの本について詳しく語った解説動画15時間ぐらいついてるやつが、えー、新たにバージョン2としてまもなく販売されますけれども、えー、そちら 読んで聞いていただけると、えー、この非常に複雑な世界を生きていくための方法が書かれていると私は信じております、まあ、そういうわけで、えーまあ、日々こうやってです、ね、いろんなお話をしているのもです、ねえー、この私のこういう研究成果を、えー、と皆さんにお届けし人生とかですね、あら社会を見る見方として生かしていただければと思ってやっておりますので是非お読みくださいじゃどうもありがとうございました